CD 大作戦後半戦、コサキンことわざ辞典、今週もお休みです。1月8日の放送まで待っててください。待つよ待つよ、由美子さんが言うなら待つよ。俺はその間一人で深夜ドライブのレンちゃん首都高は、まあ、あのすっ飛び族がいるから怖い日野市の奥田義雄君、奥田教えてあげるで、ああ ここだけちょっと福島さん言ってください。教えてあげるだけ、教えてあげる。うわで、世の全男性を虜にした福島由美子さんに会った時に言ってみたい言葉ベスト3、本人いらっしゃいますからね。第3位、教えてほしい本当だよな、みんなな、教えてほしいよな。福島さんに会った時に言ってみたい言葉第2位、ちょっと泣きが入ってる、もう切羽詰まってるよね教えて由美子さん教えてあげるで、世の全男性を虜にしてした福島由美子さんに会った時に言ってみたい言葉ベスト1は、俺は知ってる。これ意味がいいね、いろんな意味があっていいね。もう知ってるんだよね。知ってるんだよ、もう。なるほど。ドッカンってなんですか。ドッカンってのはもう爆発し、恥ずかしくて爆発しちゃった。いろんなことで爆発しちゃった。興奮して爆発しちゃった。俺教えてほしいな。俺は2位の教えてほしいだな、俺の感情。あげましょう。はい。京都府の八幡市のペンネームボルボ13。ボルジュー。正月映画ベスト3。第3位、メインブラック。素晴らしいよね、この映画ね。ウィル・スミスですよね。あの、あ、彼は決してやりすぎないね、品のあるね、ライトなね、シティ派のコメディですよ。あ、そうですか。素晴らしいです、メインブラック、物足りないっていう人もいるんですけど、まあそれはもうこのもうラーメンのね、この豚骨がいいっていうのと醤油がいいのと同じですからね、しょうがないです。それでは正月映画第2位、エアホースワン。これはもうね、もう、The America ですよね。本当に、アメリカ強いんだ、強いだろ、っていう映画でね、途中で少し分かったよって言いたくなっちゃう。でも面白い映画でしたね。あんなに大統領の似合う俳優さんっていうのはね、ないですよね。かっこいいですよね。ひょっとしたら大統領になるんじゃないかなっていう。本当そんな感じですよね。レーガンさんがなりましたからね。ハリソン・フォードさんにそれをふっとインタビューで聞いてる人がいたんですけど、そんなことはないよって、まあ英語で言ってましたけど。関根さんでもハリソン・フォードさんに鼻とか似てますよね。おー、ありがとう。どうなんだよ。バカにしてんじゃないかよ。俺がハリソン・フォードに似てるって言われた。二人目だよ。あ、そうですか。三人目だよ。三人目。似てますよ。ありがとうございます。ハリソン・フォード。似てる。なんだよ似てる。福島さんが言ってるんだぞ。君。君。君には教えてあげるみたいな技はないだろう。正月映画ベスト3の第1位、タイタニック。なんでこんなの作んなきゃいけないんだ。怒っちゃう。怒っちゃう。怒っちゃうよ。こんな映画だったら見たくない。でもね、有川くんね、これはドキュメントだから、有川くんの心の叫びだから、きっとデカプリオもね、演技ではここまでできないと思う。有川超えたね。有川は超えた。でもここに近い形でもっとかっこよく見せると思うけど。これも上げましょう。よくできてますね。続いて能代市の渡辺純一くん。渡辺純、有名タレントがクリスマスのプレゼント交換会で持ってきそうなものベスト3。第5位ですね、新沼謙治さん。あと300倍ぐらい買ってますからね。続いて第4位、小坂井和樹さん。服持ってんですよね、服がね。
クリスマスのプレゼント交換会で有名タレントが持ってきそうなもの第3位、滝田栄さん。そんなの持ってこないよ。第2位、伊吹五郎さん。セクシーギターなの？じゃあちょっと上半身はだけて弾くのかな？あの花祭りかなんか。有名タレントがクリスマスのプレゼント交換会で持ってきそうなもの、ベストワン、安倍静江さん。あなたにあげる、私をあげる、安倍さんだって選ぶだろ人。海老名市の肥後正君。肥後正、平成9年コサキンソング月間 MVP の編成1月、南砂町、南砂町です。2月、何でもないようなことが幸せだったと思う。これムックンがね、トラブリューと呼んで、ね、はい、うん、コブリューと呼んでることで2月、うん、3月、お前いい加減しろ。午後イベントツアーでね、お化け屋敷入ってね、お化けが出てきたらお化けに怒ってた。いかにしろお前、向こうは仕事でやってんだって言うんだよ。第4位じゃない、4月、こんなギターはガタキ割りたい。同国のギター、紫志郎さんでした。続いて5月、動かしすぎです。うわ、軽いくなってやんの急によ。これもね、ゴーゴー遊園地ツアーですね、流行りましたね。6月、これ川村隆一さんのね、歌ってる目つきが気になったと。森久美子ちゃんが言ってたんですけども、あの声は何曲歌っても枯れない声だって、いい発声だって、その専門家から言ってね。7月、シリン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 、モミ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 、流行りましたね、細川俊之さんのね、シリモミが。そして8月、雨に濡れながら佇む人がいる。三好英二さんがね、ちょっとブームになったんですね。三好英二さん、しかし本当に悲しく歌うよね。女の心を歌ってるよね。男っぽい人なんですけどね。9月、西田貴子の笑いが、これうちの観光局に今年入った新人なんですけども、こんな笑い方なんですね。不思議な子なんですよ。鹿間くんはね、この彼女からも逃げてたんですよね。10月、ともみちゃんこんな歌を歌ってたってことがバレました。11月、君は人のために死ねるかな、杉浦太さんのゴーがおかしいおかしいって入りました。そして平成9年コサキンソング月間 MVP の編成12月は、昔昔、小坂井さん。一緒に一人、過去から逃げてくる。これは1年を通してだったね。昔土井温泉にね、行った女の人のことを、まあでもネタにされて、お互いが嫌がるわけですよ、これを。昔のことなんだから許してくれと、二十歳のことなんだから、塾か。いろいろネタがあるわけですよ。また小坂井もそれ喜ぶから。リスナーがどん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 ね、送ってくるわけでございますよね。これもうみんなにあげましょう。素晴らしかった。後半戦ですけどもね。いや、本当に素晴らしい、本当に素晴らしいネタを送ってくれまして、本当にリスナーの皆さんありがとうございます。高崎一郎でございます。